どうみさん、ティンクでございます。それではセールドボゼスチリア前回続きからやっていきたいと思います。ここからセルゲイたちにお話を聞きに行きましょうか。最後セルゲイ、君に会いに来たぜ。いたろセルゲイ。信じられるかよ、勝手なことばかり言い。どうしたんだい、どうしたんだい。そうだ、戦ってハイランドを追い返せよ。おお、戦えって言われてんだな。落ち着いて聞いてくれ。おお、セルゲイ大変やな。落ち着いて聞こう。俺は聞くよ、君の声を。さあ話したまえ。すまない、回線を止められなかった。まあそれは気にすんな、まあ、最悪じゃないよ。うん、なんとか最小限の被害でとどめたい。そのために住民の避難を。何が避難だよ、逃げる前に戦え。父ちゃんと兄ちゃんを殺したハイランドと。あんたは和平派だったよな。避難とか言ってハイランドに町を明け渡す気じゃねえのか。おお、すごいね。もうマイナスだね。本当に危険なのだ。ハイランドは全軍を挙げて侵攻してきている。こっちも全軍で攻めればいい。それでは果てしないこの試合に。敵を殺すのが騎士の仕事だろう。なあみんな。そうだ、ハイランドなんか。いや、ラストンベルすごいね。さっきさ血気高いね、本当に。勝手なことばかり言いやがって。守れよ俺たちを。一度街を出よう。みんなめっちゃ先だったよ。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。俺ついていけばいいの。一瞬で移動する感じじゃないってことは、歩きながら喋る感じ。歩きながら。うわ、これなんかすげえ言われるんよこれ。あのおっさんやな、あのおっさん。あ、こいつや、こいつ左のやつね。むちゃくちゃやな。お首を守ろう、誇りはないのか。すごいね、ここの町の人らちょっと早とちりが過ぎるな。もうめちゃくちゃやな。壊滅させるかセルゲイ。俺に任せるわ。2秒ぐらいでなくなるぞこの町は。戦いなさいよ、命がけで。すごいね、みんな怒ってはんね。まあまあ落ち着けや。まだ何もそんなこと言うてへんやろ。町明け渡すなんてえらいことなってますねこの町。あ、もう誰も言ってこない。あざす。まさか旅の人から言われないよね。ガン見されてたけど。それがちょい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 横気にしながら。いや、いいんだよ。こういうのはすごくいいんだけど、いいんだけど、そこじゃねえ、本質的な部分にもっと力。あっと口が過ぎた。あるよね、あるよね。そうそう、そういう細かいとこもすげえと思うけど、本質的なとこをもっとねみたいな感じの時あるよね。さてと、ようやくゆっくり喋れるようになったな。おっす。団長の気持ちも知らず勝手なことを。お前ね、勝手なこと言うとんね。気持ちもわかる。先のハイランドとの戦いでは。すいません、大勢やっちゃいました、すいません。それにしても住民の汚れが急に強まりました。別の原因があるんじゃないか。まあこれが戦争ってもんなとこもあるけどね。セレ、俺たちも手伝うよ。なんだヒョーマ。セルゲ、こいつらは。普通ではないな。だが配列三の陣、ローランスの民を傷つけるなら引くことはできない。逃げろ少年。兵馬がもうここまで来てるってことか。僕たちも分かってる。あれ、あ、強い領域。邪魔をしないでくれたまえ。あ、出たー。全部お前の仕業か。追っかけてこいってことね。でもセルゲたち倒せねえんだろ。サクッと俺が倒してから行った方がいいんじゃねこれ。あ、そうでもないの。あ、そうでもない感じだから。セルゲとかいなくなってもんね。じゃちょっくら追っかけるかね。いやー、足早いからな。オッケーオッケー。ああ、こいつここでご退場願う感じじゃないよね。多分退場まではしないよね。おっせえ、足がちょいちょいめんどくさいな。ちょいちょいめんどくさいな。見失ったか。あれ、なんでお前らいんのこんなとこに。なんでこんなとこに。何、敵を片付けたからさ。ザビーだ。違うよ、大舞台。いかんいかん、つい返事をしてしまった。風まで騙すとはすげえ現実だな。
あ、そうなの、そんなすごいやつだ。うん、完全に今の嘘やろって思ったけど。真面目なものでね。セルゲイの姿で何をする気だ。使い道はいくらでもある。邪魔だった本人も今頃兵馬に殺されているだろうしな。いやー、ここでご退場願う感じか、これは。じゃあちょっとご退場願おうかな。いやー、お疲れ様でした。よいしょ。さあ、来い、どうしよう。いやー、なんかやる気満々やな、こいつ。いや、全然やりやすいですよ。全然大丈夫。ちょっと待って、周りのやつが鬱陶しい。ちょっと先そっち行こう。ちょっと待って、ターゲットチェンジ、ターゲットチェンジ。違う。そういうことがしたかったんじゃないんだけど。まあいいや、まあいいや、ちょっと違うんだけど。あ、でもそんな強くないこいつ。いや、周りのやつがめんどくせえな、ほんと。うっとしいな、ほんと。あー、相手めんどくせえ。ちょっと待って、ちょっと待って。ターゲットチェンジ、ターゲットチェンジ。オッケー。待って、ターゲットチェン。チェン。あのね、ちょっと近づきたいか。フリーランで近づいて、取れいいか。取って、オッケー。よし、取った。今、炎が弱点出たな。おい、あいつだって、あ、ゴロもダメ、ゴロダメ、おら、ほう、よ、いや、何今の、ちょっと一人の人、すごい俺狙ってきはるんやけど、もうちょっとめんどくさいわ、吹っ飛べ、こういうのは雑魚を先倒すってのは定石だよね、危ない、あれなんかすごい死にかけてあるけど、一人あの人、あ、そうなの、意外と、ザビータさん強い感じで、ザビータさんでも HP 減ってますけど、ザビータさん、痛い、ちょっと待って、ちょ、見えへん、全然見えへん、ちょっと待って、ありがとう、ザビータさん、でも死にかけてるけど、ザビータさん、HP 半分ぐらいですよ、あなたが。ちょっと、このセルゲイみたいなやつは、ちょっとお前が止めとけよ、しっかり。なんで、ちょ、こっち来い。ちょ、つらい。よし、来た。これ、ヒオギチャンスメイク。さあ、これで、ぶっ飛ばす。死ね。死なない、ギリじゃない。後ろめんどくさいんやけど、ザビータさん、回復もありがたいんやけど、ちょっと待って、ザビータさん、ちょっと、いや、死ぬ、俺が死んじゃう、ザビータさん、回復もありがたいんやけど、ちょっと敵をなんとかして、ザビータ、お前も回復しろ、しかも、あいたい、ちょ、えらいことなってる、ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、おい、オッケー、これでばらけたら HP がいい感じになるね、よし、で、お前だ、次、ちょ、ザコを切る、ザコ、この野郎、チェイ、ほっ、おー、すごい、先空烈破って敵か、まあ本物はお前、獅子先行やろ、お前、そこは俺に教えた技でやってこいよ、痛えな、てめえ、やめて、つらい、はっ、さあ行こう、これさ、向こう、ロゼが片付けてくるっていうパターンは、あ、でも、天族全員こっちにいたわ、あ、ダメだ、そのパターンがあってほしかったけど、やっ、ちょっと邪魔、お前邪魔、ちょ、カメラアングルすごいんやけど、ちょっと、あ、違うの、突撃ね、集中攻撃、オッケー、一人になった後、オッケー、残り一匹になった、なんか気づいたら、なんか死にかけてあるから、この人、あれ気づいたら死にかけてあるんやけど、あ、そうなの、君、痛い、ちょっと、あ、痛い、ちょっと待って、やばい、痛いな、お前、ほんとやめてくれよ、あ、お二人は恋愛についてはどう、とりあえずどっか行けと思う気持ち、これは恋、ああ、それは間違いなく恋だね、そういう恋の形もあるのですね、愛憎から自我を取ったら何が残る、そうですね、今一瞬終わったかと思った終わったかと思った、もう一変じゃった、容赦がないのだな、お前はセルゲイじゃないからな、なるほど、あの騎士と同じ思考だ、友だから助けるが敵なら殺す、汚れていなければ守るが兵馬、いや、お前は消すよ、実に単純で素晴らしい世界だ、お前たちに、いや、お前は消すよ、俺誰もお前助けるって一言も言ってねえんだけど、何が言いたい、ただのエゴだと言っているのだよ、汚れの源であるエゴだと、そんなこと、私が煽ったとはいえ、住民たちの怒りや憎しみはごく当然のものだ。ちょっと胴すぎとったけどね、だいぶね。それを汚れと呼び消そうとする。同志の使命だの、指導だのの名目のもとに。さて、誰が保証するのだ？
そんなお前たちが汚れていないと。違います、スレイさんは汚れてなど。違わないだろう、お前の知る仙台同士も。まあ仙台同士はね、誰かのためだからでもない。自分が信じていることをやっているだけだ。俺もセルゲイたちも。今さら開き直るか。今さらじゃない、ずっとそうしてきた。これからもね。皆に支えられて、それがたゆまぬゆえんか。スレイさん、スレイ強くなったね。ああ大丈夫さ。まあもともとでも強いよね。俺はブレてないっていうこの強い信念ね、すごいよね。だからスレイヤムカつかねえんだよな。主人公として非常に扱いやすいよね、うん、いい子ちゃんやね。あーでもこのロゼのやつと3つだから、どれをやるかっていうのを選べたわけだな。要するにその3つが終わるまでロゼは帰ってこねえっていうことだ、うん、ロゼのやつを一番最後にしてる人がいるかもしれねえからな。そういう人から見ると先にロゼを助けられて厄介。あそこやばい。セルゲ、自分は大丈夫だ。だが、おっと、でもヒョウが倒してるやん、すごいやん。セルゲイ殿、事情は聞いた。この子を助けてくれたそうだな。俺、父ちゃんと兄ちゃんの敵を討つつもりで。気持ちはわかる。だが、劇場に駆られて飛びかかるだけでは獣と同じになってしまう。それでもいいと思ってた。ハイランドのやつを一人でも殺せれば死んでもいいって。いいわけない。俺たちは人間だ、もっと別の道を見つけられるはずだろう。共に探してはくれまいか。いや、いいと思ってたで、過去形で言ってたから。すでにそんな怒ってあげんといて、まだ子供だぜ。話だけは聞こう。かたじけない。ちょっと柔らかくなった。話だけはってついたけど、自分も獣のように戦いたいのだ。こんな嘘つきの自分はきっと汚れているのだろうな。汚れてなんかないよ。いやー、セルゲイが完全にムービーの時とはない予想とは違って、このいいキャラだよね、この子ね、ほんとね。でもそれ人の死が軽くないか。だから部下は死んだんだろ。おいちょいちょいなー、こうなんかね、人が死ぬっていうのにあっさり塩味だよね、ほんとね。おー、それさっき聞いたの、一回聞いたんだわ、それ。一回聞いたんだわ。そうなん、そうなん、一回聞いたの、それは。そう、一回聞いたんだよ、俺は。そうなんだよ。あ、行くんだけど、行くんだけど、ちょっとまあ落ち着けや、落ち着けや、落ち着けや。まあまあ、一回喋らせろや。はい。オッケー、素晴らしい。総攻撃を阻止すると。で、こっち側からも、行っちゃうと。こっち側から止めに行っちゃうよっつって。よっしゃ、行こう。セットポイントから行こう。ここからさすがにこういうのは無理。じゃなーい。じゃなーい。行けちゃう。行けちゃうわけね、こっちからも。なるほど。ってことは、グレイブガンドには直接入らないけど、ハイランドの方からグレイブガンドに入るのはいけるってわけだな。バーグランじゃなくて、どこからだろう。どこから、待って、どこから盆地に行けんの。待って待って。レイクピロー。レイクピローはどう？じゃないか。どっかから多分行けんだよね、盆地。でも、これだろう多分。橋じゃねえよな。マーリンド南口でもないし、ちょっとここ飛んでみるか。ここから多分盆地行けると思うんだよね。ダイレクトアタックできると思うんだよ。どうなんですかと。いや、そんななんかこじゃれた洞窟行かんでももうダイレクトでしょ。来た、見つけた。マーリンドの方だった。よし、行こう。マーリンドから行こう。マーリンド南口から。よっしゃ、これでダイレクトアタックぶちかませばいいんだね。よしよしよし。いいんじゃない？いいじゃない。なんかさっきスキッと出てた気がしたけど、気のせいか。よし、行こう。ダイレクトアタックかまそう。さてと、もう宝箱をね、自在に開けられる俺にとってはたやすいいうことで。まあね、こう下のグレードですけど、こう目の前に出てきてしまったら、それはもう取らざるを得ない。取らざるを得ない。もうしょうがないね、そこはね。アリーシャか、久しぶりやね。生きてんのかね、あいつね。アリーシャ君、アリーシャ君元気にしてるのかね。こっちは元気だよっつってね。ちょっとパーティーメンバー変わったけど、まあ、アリシャには見えてねえからな。さあ来た。よし、
こっちは入れるんだ、シームレスに。あいす、いますな、マルトランちゃん。攻撃の準備急げ。直命が下り次第、出た総力を持ってローランス軍を攻め。よし、こいつ今ここでぶっ殺せばいいんかな。よし、ちょろい。よう、久しぶりやな、お前。あ、しゃべれへん、おしゃべりできひん。おー、できた、できた、できた。チャス。これは同志スレイ、ようこそ我が陣地。いやー、君をぶっ飛ばそうかなと思って。ちょうどいい、間もなく総攻撃を命じる勅命が届く予定なのだ。君たちがよく知る人物を使者として。アリーシャ君だね。そうか、アリーシャさんにそんな役目を。バルトロの小細工だろうが面白い思考だ。もう最悪やな、こんな。素直に届ければ対戦が始まり、拒否すれば反逆罪で処罰できる。アリーシャの困り顔が目に浮かぶよ。おー、もうドSや、最低だなこいつ。私を切るか。いいだろう。お前をローランスの刺客だと叫べば、勅命がなくとも総攻撃の名分が立つ。こりゃ分が悪いぜ、どうにも。完璧にね。アリーシャの力が必要だ。まあ、それはそうやね。アリーシャ。やってみるがいい。できるものならな。この人なかなか作詞やで、考えてここにおるよね、バシッとね。ふひゅー、どうしようもありません。ってことで一時退却。さてと、まあアリーシャまずね、お話せんといかんよね。いやー、あの子、陣地にアリーシャはいなかった。レディーレイクに行ってみよう。けどアリーシャさんを頼ればマルトランさんが氷魔だと教えることになりますが。あ、そうだ、それ教えてなかったんだね。そういや、それでもアリーシャを頼るしか。もうこのマルトランがそれなことでアリーシャ覚醒するしかねえな。もうな、アリーシャもやるしかねえよ。お前頑張れよ、見せてみろよ本気を。お前のアリーシャ覚醒の時、アリーシャの家行けんかな。よしよし、あれ、なんか、あ、そうだ、話聞くのあったんで。そういや、猫人か。そうだ、この猫人のやつあったんだ。あ、ちょっと待って、アリシャ今戦争中で忙しいのは分かってんだけど、ちょっとさ、ね、猫人に興味が出てきた。僕猫人に興味が出てきましたよ。ちょっと猫人のお話聞きに行っていい？猫人のお話。そうだわ、あったね、それ忘れてたわ完全に。一パート分丸々忘れてるっていうね。ああ、そうだわ、あったあった、猫人だね。オーケーオーケー、猫人の話を聞きに行こうか。猫人の、ちょでもさ、ロゼがいない状態で猫人聞きに行くのちょっと辛いよね。そこはあんだよね。ああ、それやったらあれか、ロゼ復活してからにすっかな。しまった、そう考えるとロゼをなくしたのはちょっと痛かった。しまった、グテだったな、かなり。じゃ、話聞く。あら、いいじゃないですか。あら、いいじゃないですか。ゲットだぜ、ローズバリー。じゃ、こいつ知ってるよね。お前知ってそうだよね、絶対ね。そうだろ。はい。どう？猫に刺さって入った。猫を助けた亀が。猫を助けた亀。猫を助ける。これ多分さ、俺の予想だけどさ、全天族に話さんとダメなんじゃね？多分、これ。なんかそんな気するよね。全天族に喋ったら、初めてどっか行けるみたいな。ここすごいな。ここ熱いね、これ。これ熱いね。激アツだね。激アツスポットだね。ちょっと待って、残りの時間ちょっと。あー、来た！神よ。神よ。セルリアリング。強っ！獣系の氷魔に対してすごい強い、これ。いいね。これちょっとさ、じゃ、ラストンベルも。あ、なんでラストンベル行けなくなって、ペンダコも行けなくなって。おい、ちょっと待て。あ、もうレディリークしか、あらら、やっちゃったやつ。これやらかしたやつ。やらかしまん。マジか。あー、猫人が。俺の猫人の話やりたかった。ごめんなさい。ごめんなさい。ローゼ復活したらやりますんで。ラスボス倒す前にはやりますんで。いや、それかもうラスボス倒してもいいから、倒し終わった後でもやりますよ。猫人に関してはね。貴族街。くそー、やられたぜ。完全に忘れてた。やっぱ一周空くとダメっすね。そうなんですよ。あんまりね、期間が空くとね、なかなか辛いものがあるということで。オープンザプライス。
入っていこう。じゃあちょっとアリーシャ君に話しに行こうか。悲痛な事実を告げることになるね。残りの時間はもうそれで終わりかな。これすんなり終わらねえだろう。あらら、戦いの邪魔ばかり。おっと、ハイランドの辛い文字が。急に何を。アリーシャ、お久しぶり。まさかアリーシャパーティー説。アリーシャパーノットパーティー説。弱点は地面とかで、ってことこういう時は、いや、あ、そうなの、来るの。そんな一時的に復活とかあんの。あ、そんな一時的に復活とかありな。すごい、すごいね。あれでも知ってたっけ、デゼルのことって。知らんでるよね。あれデゼルのこと知らんでたよね。痛い痛い痛い、この野郎。痛い、てめえ。ちょっと待って、近い敵で、近い敵で、遠い。え、ちょっと待って、なんで俺さ、なんで俺、ちょっと待って、変えてんのか、なんでお前になってんのに来るよ、この野郎。はい、最後、よし、じゃああとは死んでもらおうかな。さあ、お疲れ様でした。すいませんね、もう。あとはもう、ワンサイドゲームなんで、あー、お疲れ様です、すいません。ザコは引っ込んでいてもらおうか。はい、クリスタルタワー。はい、グランドシェイカー。お疲れ様です。とまあ、およそはそんな事情さ。あ、今デゼル、あ、ザビーダの話ばっかりしたってことね。断ったやろ。ろ、攻撃を命ずる直命を届けずにな。あ、反逆罪ね。鉄王と不満が。見ての通りです。戦争は止められそうにありません。諦めるの。だってどうしようもないではありませんか。ローランスを撃てという王の命令。直命は出されてしまったのです。そんなもの握りつぶしちまえば都合が悪いな。楽観的だね。いいね、俺もそういう性格やね。握りつぶすとはどういう意味でしょう。そのままさ、命令書を隠しちまえってこと。無茶な。そうだ、アリーシャにできるはずが。別に強制はしないよ。悲しみに暮れる憂い顔も嫌いじゃないし、ね、言い方よ。いやー、こんな状態でマルトラの話したらもう発狂すって、この子ほんまマジで。ちょっと待って、ここあったよな。あ、開けられるやつ、開けたわ、ここ。ちっくそ、発狂しちゃうで、これ大丈夫だ、話して。これスレイ、戦争を止めるにはザビーダ様の言う通りにするしかないようだ。また力を貸してもらえるのか。あ、するんや。本当にいいのですか。国に反抗することになりますわよ。承知の上です。喋れる。あ、そう、自主契約したから。またアリーシャが覚悟を決めた。あとあれか、あのスレイのパワーが強くなってるからね。そういうことで、ね、ザビーダ様も頼りにしてよろしいか。けなげな姫のためとあれば、泣きそうな顔よりずっと好みだしね。いやー、眉毛が似合ってないね。諦めるのは早いよ。ローランスのセルゲイも停戦のために動いてくれてる。あちらにもそのような方が。王様止めるのでもきついよね。いやー、それがね、それがね、ダメなんだよ。先生も協力してくれる。それがダメなんだよ。辛いとこだね。どうした。それは無理よ。マルトランは氷魔だもん。あ、それと言っちゃったね。最下の剣士の配下として戦争を煽った。いや、すごいズバズバいくね。エドナキャラ的にすごいけど。教えておかないとまずいでしょ。だな、後ろから刺されてからじゃ遅い。嘘だ。冗談でも言っていいことと悪いことが。落ち着いてアリーシャさん。そんな、マルトラン先生はずっと私を励ましてくれて。途中までは良かったんだよね。取り乱してすまない。会えばわかることだ、マルトラン先生に。ああ、もう決戦だな、マルトランと。これはアリーシャパーティー言った状態だ。なっちまったか。いやー、しかもあの切り替え速さ怖っ。もうめっちゃ怖いわ、ほんとアリーシャの切り替えの速さが恐ろしいわ。称号クラスアップした。わー、パーティー入ってるよ。めっちゃ強くなってるよこいつ。
マジかお前マジか、めっちゃ強くなって帰ってきてるよ。一戦腫れちゃうね、腫れちゃうね。称号すごいことになってるけど、これ誰とあれやろな、リンクしてんやろな、この称号わかんねえね。とりあえずさ、武器は、あ、でも強いのつけてるっぽいね、これなんか。あ、強いのつけてるくさいね、なんか。あ、そう。防御力すごいけど。防御力すごいけど、これ。マジっすか、すごいね、君。なんかもう、半端ねえ防御力出してっけど。600とかいけるぜ。すごい、カッチカチやな、もう。勝った。え、他こんなやついいひんよね。スレイが低いんだよね、意外とね。すごいね。まあいいんだけどさ、それは。いいんだけどさ。あ、パーティー入ってた。しれっとパーティー入られた、しれっと。すごいしれっと仲間入ってきよった。アリシャ復活。アリシャ復活。ヒロインが復活した。ヒロインとしての扱いになってないけどね。さてと、マルトラのところは決戦だな。完全にぶっ飛ばす感じだな。うん。で、マルトラ最後はいい人でした感になりそうだけどね。ヒョーマンのその感じ抜けて、最後の最後で、アリシャにちょっとこう、いいことっていうか励ましの言葉フォロって言って。スレイ、目は大丈夫だろうか。大丈夫、見えるよ。いや、片方潰れてるけどね。成長したのだな。けど少し霞んでる。少しって、戦いでは致命傷に。だとしてもこれはアリーシャが見届けるべきことだと思う。スレイ、今さらよ、うだうだ言わない。どうせスレイにフォローがいることは変わらないし。行こう、アリーシャ。あ、そんな強いだってもうまだダメなんや、アリーシャ連れてけへんにゃ。すごいね。よし、降りてこ。さて、もうこれで今回はセーブかな。今回はセーブっすね。アリーシャ連れた状態でいろいろ連れ回すってことはできないのかな。ちょっと一応セーブポイントがいいのちょっと見てみますか。猫人の話もあるんでね。次回いけるかどうかっていうのを試しに。どう？タッペイス！マジっすか。現在はできない。あ、そう。歩いていけと。歩いてあそこまでいけと。いやー、怖いねー。さあ、いよいよマルトランをぶっ飛ばす時だと思いますんでね。マルトラン飛ばせばだいぶラスボスに近づくかなと。正直、あの、天族のあの、女のやつ、黒い髪の女のやつの名前出てこへんけど、あいつは多分ラスボス戦の手前だと思うんですよね。ほんと直前にならんと。倒すってことならないと思うんで、これ多分結構でかいボス戦かなと思います。はい、しっかり備えていきたかったんですが、ちょっと無理そうですね。頑張っていきます。はい、じゃあ今回は見ていただいてありがとうございました。また次のパートを見てください。それではお疲れ様です。